おいしい？うん、僕は勝見ひろと、ママと二人暮らしをしてる。決して裕福ではないけれど、それでも幸せに暮らしていた。だけど一つ困ったことがあって。蚊だよママ。窓よ、窓を閉めなさい。僕の家は用水路に面していて、毎年大量発生する蚊に悩まされているんだ。昨日はいっぱい刺されちゃったよ。この暑い季節、窓を閉め切っておくこともできず、僕たち親子は蚊に頭を悩ませていた。それでよ、クエスト報酬がよ。またゲームの話か。同級生の男子はみんなゲームに夢中なんだ。お小遣いをすべてゲームにつぎ込んでいるらしい。よう、ヒロとも今日集まろうぜ。みーちゃん家でゲームすんだ。いや、僕はいいよ。だけど僕は興味がなかった。なぜなら僕には秘密の趣味があるからだ。かわいいな。僕の秘密の趣味、それはこの美少女フィギュアたちだ。お小遣いやお年玉を貯めてせっせと集めた僕の大切なコレクション。こうやって眺めている時間が僕は大好きだった。特にこの魔法少女マグコのフィギュアなんて、数量限定で発売された、世界に100体しかない限定カラーの超レアもの。製造終了しているからプレミアがついていて、高額取引されているんだ。僕の自慢の一品だった。ヒロト、洗濯物を。 なんだよママ、入る時はノックをしてよ。何よ、そんなに慌てて。だけどこのことは恥ずかしいから誰にも内緒なんだ。普段は棚に布をかぶせてママにも秘密にしていた。そんなある日、ヤクザファミリーの謎の美女ユミコの原型が発表されましたな。この造形師の衣装は。おい、お前、うん、そろそろ限定カラーのマグコを売ってくれよ。いくらならいいんだ。寺田さん、ダメだよ。いくらもらっても絶対に売らないよ。僕の宝物なんだ。この人は寺田さん、超大金持ちなんだ。だけど例のフィギュアは入手困難で、寺田さんでも手に入らないらしい。会うたびに売ってくれとお願いされるんだ。ち、気に入らねえぜ。俺に手に入れられねえもんがあるとは。おお、そうだヒロト君、これさ、マグコのフィギュアの追加パーツなんだけど、劇場版仕様の特別な魔法のステッキなんだ。君にあげるよ。いいの。僕はこの日、オタク仲間のお兄ちゃんからフィギュアの追加パーツをもらったんだ。早く家に帰らないと。新しい魔法のステッキ、楽しみにしててね、マグコ。僕は早くもらった魔法のステッキをマグコに持たせたくて、ダッシュで家に帰った。あれ？だけど家に帰って僕が見たのは空っぽの棚だ。僕のフィギュアが全部なくなっていた。どこに行ったんだ？ママ、ママ、僕のフィギュアを知らない？ここに飾ってあったんだ。僕はすぐにママに確認した。泥棒が入ったと思ったんだ。するとママは、邪魔だから捨てたわよ。え？信じられないことを言い出した。邪魔だから捨てたわよ。それにそんなものにお小遣いを使って、道理でなかなか貯金ができないはずよ。しかも女の子のフィギュアなんて気味が悪いわ。ママは悪びれもせず、まくし立てるようにそんなことを言った。は？男の子なら男の子らしくしなさい。そう言ってママは去っていった。なんだよそれ。ママは僕が反論する隙すら与えてくれなかった。なんだよそれ。その夜、怒りが収まらなかった僕はママの寝室に侵入して窓を全開に開けた。ママに自分がどれだけひどいことをしたか分からせてやるつもりだった。ママがいけないんだぞ、ママがいけないんだ。すると思った通り、窓から部屋に蚊が大量に入ってきた。隣の用水路から毎年大量に発生するヤブ蚊だけど、今年は雨が続いたせいか、例年にも増して異常発生していた。いいぞ、大量だ。すぐに部屋は蚊でいっぱいになったんだ。そして僕は鍵を閉めてっと。僕は物置にあった鍵を電動ドライバーでママの部屋に取り付けた。ママにお仕置きだよ。僕は少しだけ開くドアの隙間からママの様子を観察した。蚊たちはすぐに獲物を見つけたようだ。ママは蚊で埋め尽くされてしまった。そして僕は家の裏手に回り窓も閉めた。私はなんだか体がむずかゆく感じて眠りから覚めた。何かしら
って、そして驚いた。私の体はたくさんの蚊で覆い尽くされていたのだ。どこから入ってきたのか、部屋には大量の蚊が飛び交っていた。何よこれ。振り払っても振り払っても蚊は私めがけて飛んでくる。すでにものすごい数の箇所を刺されているようだ。とにかく早くここから出なくちゃ。だけど、え、鍵？なぜかドアが開かなかった。出して、出してちょうだい。するとドアの隙間からえ、ヒロト？どうやらヒロトが部屋の外に立っているようだ。僕の苦しみを知ればいいんだ。ヒロト？私はなぜヒロトがそんなことを言うのか理解できなかった。あなた何を言っているのよ。早く出してちょうだい。その間も私は体中を蚊に刺され続けている。一体どうしてこんなこと。ママが僕のフィギュアを捨てたからいけないんだ。フィギュア？特にマグコの限定フィギュアは僕の宝物だったんだぞ。ヒロトは私が捨てたフィギュアのことで激怒しているようだった。どうやらこれは全てヒロトの仕業らしい。そんなことで？そんなことだって。とにかく開けてちょうだい。謝るわ、謝るから。こんなことをしている間にも私の体は数百箇所以上蚊に刺され、顔や体がみるみるうちに腫れ上がっていた。許さない。絶対に許さないからな。僕はママを出さないぞ。謝ったってもう遅いんだ。どうやら私はヒロトを相当怒らせてしまったようだ。しかも口を開くたびに蚊は口内にも侵入してきて、早く出しなさい。喉の中も刺されているようで呼吸もしづらくなってきた。ヒロト、助けてママボコボコじゃないか。正直いい気味だと思った。苦しそうなママの姿を見ていくらか僕の心は和らいだ。するとママは、逃げ場を求めてとっさに窓に全速力で走り出したんだ。窓を破って外に避難するつもりだ。だけど、いた！ママは窓を突き破ることができず、その場で意識を失ってしまった。ママ？しかも頭を打ったのか大量に出血をしているようだ。どうしよう。それを見て僕は一気に正気に戻った。怒りで我を忘れていたんだ。大変なことになってしまった。あんなに蚊がいたんじゃ部屋には入れないし。人は全血液量の3分の1以上を失うと生命の危機があると聞いたことがある。しかもママは今も大量の蚊に血を吸われ続けているのだ。割れた窓からさらにたくさんの蚊が入り込んでいた。そして、害虫駆除の依頼と聞いてやってきたんですが、どういう状況ですか？一人じゃ手に負えそうになかったから僕は町の便利屋さんを呼んだんだ。ママが大変なんだ。お願いします。ママを助けてください。はい。行きます。そして便利屋さんは意を決して部屋に飛び込んでいったんだけど、便利屋さんも転んで意識を失ってしまったんだ。ローリーさん。嘘でしょ。他にどうしようもなくなった僕は覚悟を決めた。僕が行くしかないんだ。そして僕は砂嵐のような蚊柱の中に突入していった。みるみるうちに僕は蚊に追い尽くされて、すごい量だ。この時思い出したのはママとの生活だ。パパがいなくなってしまってから僕たちは二人支え合って暮らしてきたんだ。ママは休んでいてよありがとうヒロト。ママは僕を幸せにするために必死に働いて毎月お小遣いまでくれていた。確かに僕が失ったフィギュアはすごくレアものだったけれど、それ以上にママはもっと貴重な存在なんだ。世界に100体なんて比じゃない。僕はやっとそれに気がついた。ママを失うわけにはいかなかった。僕の世界でたった一人のママだから。そして、ごめんねママ。私こそごめんなさい。そんなに大切なものだとは知らなかったの。幸いなことにママとローリーさんは命に別状はなかった。僕は心からほっとした。それから数日後、あったぞ。本当？アントンさんがゴミ処理場から僕のフィギュアを見つけてくれたんだ。そして僕は結局
そのフィギュアをテラーダさんに売ってお金にした。ほれ、代金だ。こんなにいいの？構わん。俺は孫うことなき大金持ちだからな。そしてそのお金でママと綺麗な家に引っ越しをしたんだ。ご飯ができたわよ。はい。そして僕たちはもう鬱陶しいかに悩まされることはなくなったのだった。